のまあ、テレビを見たり、まあ、私の中は自らテレビの番組に出たりしますとですね、まあ、テレビが完全に間違ってんではないかと思う時があるんですね私たちは全く錯覚の中にいるのではないかそれがわからないという時がありますね例えばこの現在の森友学園問題ですねこれはあのどういうように報道されたかというともともと路線化という土地の価格がですね9億円ぐらいの土地を その国税庁がですね財務省ですかねえっとんーこれを1億円ぐらいで売ったと8億円はゴミを片付ける費用だけどもそれは正当なのかと何か安倍さんとか安倍首相の奥さんがえーまあいろいろやってたのでそれでえー国税庁というまあその財務省はですね えー、国の財産を不当に安く売ったんではないかと、まあ、これがあの根本にあるわけですね。それで私はですねちょっと疑問に思いましてというのは何を疑問に思ったかと言いますと、えー、9億円というのは路線価と言われるもんでですねメディアのニュースではですね常に森友学園の土地の評価額が9億何千万とこう言っておりますが収支そう言っておりますがこれは路線価なんですね。 で路線価というのは、えー、と路線価の表示する地図がですねでにいつでもネットで見れるようになってますのでご覧になって分かるんですけども、まあ、路線価というだけですね路線に沿って例えば、えー、何通り何通りのここからここまではいくらと例えば1,000円単位で書いてありますけれども例えば1平方メートル当たりの値段が235と書いてあったら23万5,000円と。 まあその後にアルファベットの「abc」なんて書いてあってこれは比率を示してるんですがあの借地借地関係の示してるんですけども、まあ、いずれにしてもその路線なんですねところが角地なんかは2つの路線がぶつかりますから、まあ、計算方法があってその年の評価額が出てくるわけですねつまり評価額っていうのはまず第一に路線価から出した課税標準の値段っていうのが一応はざっとはあ分かるわけですところが そ例えば路線価額っていうのは例えばどんなに少なくてもだいたい3区画4区画っていうのは、えー、同じような値段がついているわけですね、まあ、これは課税標準ですから、まあ、そういうことが不当,不,当にな不当が起こらないようになってるわけですねところが個別の土地この土地を買うとかこの土地を売るってことになると、まあ、その土地にものすごいゴミが埋まってたりですね 有害物質があったり例えば豊洲なんかそうですね、えー、有害物質が埋もれてたりすると売れませんよねつまりその有害物質を全部除いたりゴミを取り除いたりもしくはですねそこの土地が例えばですよ、えー、その道路と土地の間になんか細い別の所有者の土地があって、まあ、そこを渡る方法がないって言ったらまあゼロ価値になっちゃうわけですねそのようにそこら辺の全体の価値がその土地の価値を決めるわけじゃなくて その土地の、土地の、そのものの評価額ですね。だから、つまり、路線価よりかいい時もあるわけですよ。もちろん、路線価よりか悪い時もあるわけですね。それは個別の土地の評価なんですね。じゃあ、それは、誰がやるかって言ったら、普通は不動産屋のような専門の人がやってですね。売り買いを仲介するわけですね。それで私、私、今度の森友学園の近くの土地に詳しい人にですね。あそこは九億円の土地を。 1>, 1億円で売ったって言うんですけどもこれはあの国が損したんですかと聞いたらですねびっくりしたことにですねその人はですよいやいやあの土地はねもともと0円なんだって言うんですね誰も買,い買うことができないような悪い土地なんだとゴミの問題もあるしその他の問題もあるとでまあ強いてつけるとしたらマイナス1億円かもしれないつまり国としてはお金をつけてももしも売れるなら売ってもいいというような土地だそこに えー、川尾池さんが1億円で買うっていうんだったらそれは売りますよっていうのが普通なんじゃないですかと、まあ、こう言われても私もびっくり仰天したわけですねそしたらこの事件そのものが全然様相が違うわけですよそれでテレビの放送をじっくり見てたらですねやっぱり一番上に評価額9億何千万って書いてあるんですよこれはその森友学園の土地ではないんですよね路線価だと思うんですねそうしますと 実際にテレビが言うべきことは本当はマイナスこれがあって評価額その年の評価額はマイナス1億円なんだけれども森本さんが学校を作りたいので1億円ぐらい出そうって言うんでそれじゃあ国としてはですねマイナス1億円の土地が1億円で売れるんならそれはもう2億円国が儲かるわけだからそれで税金の無駄遣いにもならないっつって売ったというふうにもしテレビがのニュースが解説したらですね この森友学園問題ってガラッと変わってしまって籠、えー、池さんは非常にいい人に見えるしそれからあいろいろそう,いう,ふうに見えるわけですよね。だからこのまあもちろん森友学園問題には、えー、今度理,理財局長で国税庁長官になった方が責任者として国会でも答弁しているわけですが、まあ、この人があのいろいろあのもう全然記録はありません全部捨てましたと、まあ、こう言ったわけですね。ただ 我々税金に関するまあ処理をなんかさせられてると、税務署はですね、何年前まで資料を出せと、なんでそんなことないんだってなことを聞かれるので、こんな国税庁長官に相当するような人が、記録は残っていませんよでいいのかとまあいう感じもしますね、それから安倍さんの奥さんがまあ何か関与してたっていうのは、これは公私混同であるとまあいうことなんですが。 これは私また随分違ってですね考え、ここはまた違ってですね、えっとアメリカの大統領、オバマ大統領の夫人がですね、何か政策的なことを言ったり、えなんかこういろいろそういうことをされてるわけですね。で、昔の日本というのはそんなことなくて公私混同が基地としてて、私の記憶では例えば田中角栄総理大臣の奥さんというのはほとんど出てこなかったような気がするんですね。その前もそうですよ、吉田首相の奥さん、えそれから、 池田隼人首相の奥さん岸総理の奥さんなんつうのはですねもちろんおられますよその周りの人には尊敬されてたかもしれませんがそれが表に出てきていろんな政策にかか関わるってことはないんですねところが最近アメリカかヨーロッパのそういう民主主義を歪める公私混同の例を日本に持ってきた主にメディアですよ <laughs> それでファーストレディとか名前つけて しかもそのファーストレディの同行とか言ってですね、ニュースにすると。で、しかもそれがなんか保育所に行くとか、なんか病院に行くとか、女性らしい活動をしてるのを映すと。まあ、こういうことをずっとやってきたのはメディアなんですね。ですから、あの、首相はもちろん選挙で選ばれてる。首相と首相夫人って全然人格的に関係ないですからね。私はむ昔の日本風の、えー、首相は首相。首相夫人は、 まあ尊敬はすると、まあ、首相の夫人ですから、だけどもそれは政策に関与したりなんかしてはいけないと、まあ、いうことがはっきりしていれば、今度のこともいいわけですね。ですから、安倍首相の奥さんが森本学園と関係があったと、まあ、いうことが起こるのは、ですねこれは日本社会の歪んだ姿を映してるわけですね。まあ、もっとダイレクトに言えばメディアが公私混同を進めてると、メディアはですねこういう点で公私混同にすごく緩い。 大統領夫人が何かをしたなんて全然もういいことのように報道してる。しかし、えー、国会議員さんがですね、自分の子供を保育所か幼稚園かなんかに連れていくのに、ついでがあるんで、えー、公用車に子供を乗せて、まず子供を預けてから出たと。これは公私混同だすって。いったいあなた何から書いてんの <laughs> そんなこと公私混同つったらですね、お母さんが議員になれませんよ、もともと。 ねえだからそういうその全く体験のないニュースを流すでもう一回あの前に戻りますとね私最初からメディアがですね、えー、森友学園の問題をですね、えー、マイナス1億円の土地を、えー、森あの籠池さんが熱意に燃えてプラス1億円で買ってなんとか小学校を作りそこでちゃんとした教育をやろうと思ったと。まあ、あのー 国あのお国の方もですね、えー、2億円ぐらい儲かるならそれはこの,この際国有地位を手放そうと考えるのも当然だという報道を一番最初にしたらですねこの問題は我々にとってガラッと違って見えますよね。現在はまあ逮捕された籠池さんが悪いと悪人悪人だということを前提に放送を構,造あの構築しますから我々はその一番最初のスタート あの土地の評価額は本当はいくらかと、まあ、いうことに対して、まあ、ほとんど意識なくあと細かいとこ細かいとこの方に突っ込んでいってですねそしてまあいわば僕に僕にあ,あ,あれすれば物語を自分たちで作って腹を立ててるっていう感じなんですねそれと一緒にこう政治的なもの当時の責任者の理財局長が何で国税庁長官に昇進するんだとか。 そういういいい話が湧いてくるとこの評価額でではないんですねメディアのニュースではですね常に森友学園の土地の評価額が9億何千万とこう言っておりますが終始そう言っておりますがこれは路線価なんですね。で路線価っていうのは、えー、と路線価のお表示する地図がですねすでにいつでもネットで見れるようになってますのでご覧になって分かるんですけども、まあ、路線価というだけですね路線に沿って例えば 何通,り何通りのここからここまではいくらと例えば1,000円単位で書いてありますけれども例えば1平方メートルあたりの値段が235と書いてあったら23万5,000円とまあその後にアルファベットの ABC なんて書いてあってこれは比率を示してるんですがあの借地借地関係の示してるんですけどもまあいずれにしてもその路線なんですね。 ところが過度地なんかは2つの路線がぶつかりますから、まあ、計算方法があってその土地の評価額が出てくるわけですねつまり評価額っていうのはまず第一に路線価から出した課税標準の値段っていうのが一応はざっとはあ分かるわけですところがその土地の評価額っていうのはですねこれは違いますね例えば路線価っていうのは例えばどんなに少なくても大体三元3区画4区画っていうのは 同じような値段がついてるわけですね、まあ、これは課税標準ですから、まあ、そういうことが不当,不,当にない不当が起こらないようになってるわけですねところが個別の土地この土地を買うとかこの土地を売るってことになると、まあ、その土地にものすごいゴミが埋まってたりですね有害物質があったり例えば豊洲なんかそうですね有害物質が埋もれてたりすると売れませんよねつまりその有害物質を全部除いたりゴミを取り除いたりもしくはですねそこの土地が例えばですよ その道路と土地の間になんか細い別の所有者の土地があってそこを渡る方法がないっていったらまあゼロ価値になっちゃうわけですね。まそのようにそこら辺の全体の価値がその土地の価値を決めるわけじゃなくてその土地の土地のそのものの評価額ですね。だからつまり路線価よりかいい時もあるわけですよもちろん。路線価よりか悪い時もあるわけですね。 それは個別の土地の評価なんですねじゃあそれは誰がやるかって言ったら普通は不動産屋のような専門の人がやってですね売り買いを仲介するわけですねそれで私あの今度の森友学園の近くの土地に詳しい人にですねあそこはあの9億円の土地を1億円で売ったって言うんですけどもこれはあの国が損したんですかと聞いたらですねびっくりしたことにですねその人はですよ いやいやあの土地はねもともと0円なんだって言うんですね誰も買,買うことができないような悪い土地なんだとゴミ,もゴミの問題もあるしその他の問題もあるとでまあ強いてつけるとしたらマイナス1億円かもしれないつまり国としてはお金をつけてももしも売れるならその土地の評価額はマイナス1億円なんだけれども森本さんが学校を作りたいので、まあ、1億円ぐらい出そうって言うんでそれじゃあ国としてはですねマイナス1億円の 土地が1億円で売れんだらそれはもう2億円国が儲かるわけだからそれで税金の無駄遣いにもならないっつって売ったというふうにもしテレビがのニュースが解説したらですねこの森友学園問題ってガラッと変わってしまって籠池さんは非常にいい人に見えるしそれからいろいろそうに見えるわけですよね。だからこの まあもちろん森友学園問題には、えー、今度理,理財局長で国税庁長官になった方が責任者として国会でも答弁してるわけですが、まあ、この人が、あの、いろいろあの、もう全然記録はありません。全部捨てましたと、まあこう言ったわけですね。ただ、我々税金に関する、まあ処理をなんかさせられてると、税務省はですね、何年前まで資料を出せと、なんでそんなことないんだってなことを聞かれるので、 えとこんな国税庁長官に相当するような人が記録は残っていませんよでいいのかと、まあ、いう感じもしますね、それから安倍さんの奥さんが、えーまあ、何か関与してたというのはです、ね、これは公私混同であると、まあ、いうことなんですが、これは私また随分違ってです、ね、考え、ここはまた違ってですね、えー、とアメリカの大統領、オバマ大統領の夫人がです、ね、何か政策的なことを言ったり、えー、なんかこういろいろそういうことをされているわけですね。 で昔の日本というのはそんなことなくて公私混同がきちっとしてて、まあ、私の記憶では例えば田中角栄総理大臣の奥さんというのはほとんど出てこなかったような気がするんですね、まあ、その前もそうですよ吉田首相の奥さん、えー、それから池田勇人首相の奥さん岸総理の奥さんなんていうのはですねもちろんおられますよ 周りの人には尊敬されてたかもしれませんが、それが表に出てきて、いろんな政策にかか関わるってことはないんですね。ところが最近、アメリカかヨーロッパのそういう民主主義を歪める公私混同の例を日本に持ってきた、主にメディアですよ。<laughs> それでファーストレディとか名前つけて、しかもそのファーストレディの動向とか言ってですね、ニュースにすると。でしかかもそれがなんか保育所に行くとか なんか病院に行くとか女性らしい活動をしてるのを写すと、まあ、こういうことをずっとやってきたのはメディアなんですねですからあの首相はもちろん選挙で選ばれてる首相と首相夫人って全然人格的に関係ないですからね私はむ昔の日本風の、えー、首相は首相首相夫人は、まあ、尊敬はすると、まあ、首相の夫人ですからだけどもそれは政策に関与したりなんかしてはいけないと。 いいいうここととがはっきりしていれば今度のこともいいわけです,、ね、ですから安倍首相の奥さんが森本学園と関係があったとまう言うことあるとで、まあ、強いてつけるとしたらマイナス1億円かもしれないつまり国としてはお金をつけてももしも売れるなら売ってもいいというような土地だそこに籠池、えー、さんが1億円で買うっていうんだったらそれは売りますよっていうのが普通なんじゃないですかと。 こう言われても私もびっくり予定したわけですねそしたらこの事件そのものが全然様相が違うわけですよそれでテレビの放送をじっくり見てたらですねやっぱり一番上に評価額九億何千万って書いてあるんですよこれはその森友学園の土地ではないんですよね路線化だと思うんですねそうしますと実際にテレビが言うべきことは 本当はマイナスこれのがあって評価額その年の評価額はマイナス1億円なんだけれども森本さんが学校を作りたいので1億円ぐらい出そうって言うんでそれじゃあ国としてはですねマイナス1億円の土地が1億円で売れるんだらそれはもう2億円国が儲かるわけだからそれで税金の無駄遣いにもならないつって売ったというふうにもしテレビがのニュースが解説したらですねこの森友学園問題ってガラッと変わってしまって えー、加古池さんは非常にいい人に見えるし、それから、えー、いろいろそう,いう,ふうに見えるわけですよね。だからこのまあもちろん森友学園問題には、えー、今度理,理財局長で国税庁長官になった方が責任者として国会でも答弁しているわけですが、まあ、この人があのいろいろあのもう全然記録はありません全部捨てましたとまあこう言ったわけですね。ただ 我々税金に関するまあ処理をなんかさせられてると、税務署はですね、何年前まで資料を出せと、なんでそんなことないんだってなことを聞かれるので、こんな国税庁長官に相当するような人が、記録は残っていませんよでいいのかとまあいう感じもしますね、それから安倍さんの奥さんがえーまあ何か関与してたっていうのは、これは公私混同であるとまあいうことなんですが。 これは私また随分違ってですね考え、ここはまた違ってですね、えっとアメリカの大統領、オバマ大統領の夫人がですね、何か政策的なことを言ったり、えなんかこういろいろそういうことをされてるわけですね。で、昔の日本というのはそんなことなくて、公私混同がきちっとしてて、私の記憶では、例えば田中角栄総理大臣の奥さんというのはほとんど出てこなかったような気がするんですね。その前もそうですよ、吉田首相の奥さん、えそれから、 池田勇人首相の奥さん岸総理の奥さんなんつうのはですねもちろんおられますよその周りの人には尊敬されてたかもしれませんがそれが表に出てきていろんな政策にかか関わるってことはないんですねところが最近アメリカかヨーロッパのそういう民主主義を歪める公私混同の例を日本に持ってきた。